皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草子園新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草子園新聞公読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、えー、ここに記載されている第1条から第7条の文言を 読,ま、読み飛ばすことなく一語一句大きな画面にしてお読みくださいどこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたらあなたはこの動画の続きを見ることはできませんすべ <coughs> ての文言に承諾した人のみがこの動画の続きを見ることができます本当に内容を気をつけてくださいそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいねそして えー、この動画の感想をお寄せください、えー、ステッカーを販売しております LINE、えー、でお問い合わせください令和2年9月14日月曜日草コイン新聞 FX 高野研究会えー、っと、まあ、九州をね襲った台風10号もですね、えー、ようやく終わりまあただね お亡くなりになった方もいらっしゃいましたしねあの、被害に遭われた方もたくさんいらっしゃいましたし、えー、仮設住宅とかですね避難所で暮らしている方もまだまだいっぱいいらっしゃいますからね、あの全然あの気を抜くことはできないんですけれども、まあ、お亡くなりになった方もね、崖あの山が崩れて、崖崩れてね、ねお亡くなりになった方もたくさんいらっしゃいますから、やっぱり九州を離れてね、えー、大阪とか東京にね、あの逃げて、 逃げたた方が良かかっっのなとは、えー、僕は僕思ってます、まあどこの誰がねえー、っと台風の被害で致命傷を負うかっていうのは分からないもんですからね <coughs> ひょっとしてうちかも私かもって思った、えー、そのね、えー、気づきがあった時がですね行動の時ですからその気づきっていうのはねあの偶然に起こるっていうものではないですからね ですからあの本当に人生っていうのは一つ一つの気づきを大切にしていかないとですねずる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 5年10年20年ってあっという間に人生終わってしまいますからねあの若い頃にねあの勉強して大学出てあの資格を取って一流企業行けばよかったってね 若い頃に思う人たくさんいると思うんですけどまあいいやまた今度でと思っているうちにねあのダラ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 になってしまう人も多いと思いますまあ私もねそんな中の一人だったんですけどねはいそれで今日の本題お題なんですけれども、まあ、FX とか仮想通貨ではなくてですね、えー、この YouTube の制度の話をしたいと思いますまあ実はですねずいぶん前から Google の方からですね あの依頼が来てましたあの。YouTube のメンバーシップ制度っていうのが始まったんですよね。で、私のところにもですね、あの中野さん、中野先生、YouTube のですね、メンバーシップ制度を始めてくれませんかっていうのは、ずいぶん長い間ですね、えー、問診がありました。で、めんどくさいなと思ってたんですけども、えー、このたびね、始めようと思ってます。始めることにしました。で、これは有料制度なんですよね。 で3つ以上のクラスを用意してですね、でそこで自分が <coughs>、これですね、3つ以上のクラス、今回僕用意しまして、3つのクラスを用意しました。それでご自分が入りたいクラスへ入学してくださいねということですねで。もちろん、まあ、あの入らなくてもいいんですけどね、あの、自分のクラスまあ、全部有料ですからね、えー、3つのクラスっていうのはですね、これですね、 月額90円のクラスとですね、月額490円のクラスと、月額2990円、これ3000ですね。だからまあ100円、500円、3000ですね。この3つのクラスを用意してですね、どっかに入らなくちゃいけないと。ただ、もちろん、入らなくてもいいわけですよ。入らなくてもまあいいわけなんですけども、まあ入ると何,何かいいことあるかということでまあ一応ここに書いたんですけども、 年収1000万ぐらいは稼げるかなっていう情報を提供しようと。月額90円の場合ね。で月額490円の場合は年収1億円ぐらいにはなるよと。<coughs> まあ、投資をすればですよ。あと、まああの、確約はできないですからね。投資は自己責任ですからね。あと、月額2990円の場合は年収10億円クラスは稼げるかなっていう投資情報投資情報というか投資テクニックですよね。を提供するということですね。 で、まず、年収1000万円クラスっていうのはですね、月額90円なもんですから、安いですよね。ですから、非公開の動画を視聴できる権利。これだけ、一個だけですね、権利はね。はい。だから、あの、不定期なんですけどもね、<coughs> まあ、これから、これからはね、夜の YouTube ライブっていうのは、あの、控えていこうと思ってるんですよね。はい。まあ、ほとんどやらない可能性が高いですね。あの、結構、パワーが空の。 パワー食ってですね、あのー、すごい疲れちゃうんですよね。だから翌日の朝とかすごい疲れちゃうから、まあだいたい5時には起きても、4時半ぐらいに起きてますけどね、<coughs> あの昼間ちょっと睡眠取らないとね、昼間昼寝しないとね、一日 <coughs> 過ごせなかったりするもんですからね、あの夜のライブは控えながらですね、 日中動画を撮ると、ただあの、とっても重要な情報、例えば、リップルが爆上げする寸前の情報を手に入れたとかね、iOST とか、ああいう、えー、分散型仮想通貨の情報を手に入れたとかね、まあ、FX に関する、えー、爆上げ情報、爆下げ情報を手に入れた、まあ、ビットコインなども含めてね、まあ、そういう確たる情報を手に入れた場合に、 え速やかに、えー、非公開動画を作って、えー、これアップロードします。これを視聴する権利をもらえるということですねで。2つ目は年収1億円クラスですね。これは月額490円。で <coughs>、カッコ1番はあのー、そのままくっついてきますね。非公開動画をご視聴できる権利これ。これと一緒ですよ。年収1000万クラスと一緒ですよ。で、その他ですね、2番、非公開 YouTube ライブへ参加する権利ですね。 でこれはまあ <coughs>、YouTube ライブはですね、えっと、ほぼやりません、これからはね。やあのし,しばらくしたらやらなくなるんですけど、一応、あの非公開では毎,毎晩やろうかなと思ってます。それと3番目、非公開 LINE グループへ参加する権利ですね。これ LINE グループはですね、あの、いろんな人がいるので、えっと、<laughs> 無料会員の LINE グループというのは問題が <coughs> 山積み化されちゃうので、ね、有料会員だけの LINE グループへの参加っていうのを、えー、ここでできるようにしましたで最後の3年収10億円クラスですね月額2190円の方は、えー、3番目までは一緒ですねで4番目個人コンサルティングを受講する権利ですね これは仮想通貨とか FX の個人コンサルティングを受講する権利は、まあ、あのコンサルティング、えっと、あれですね、ここの月額2,990円を支払ってくれてる人の中でしか、まあ、これからは、うん、できないようにしようかなと思ってます。クラスに入ってないんだけど個人コンサルティングを受講したいという方は、まあ、プラス3000円をその場でもらうって感じですね。 あと、こう、セミナーへ参加できる権利ですね <coughs>。まあ、あの、オンラインセミナーとか、あとはまた、えー、東京とかね、大阪、名古屋、福岡、北海道とかで、また、仮想通貨ってのはまたこれからね、今年の年末とかからまた来ると思うんですよね。その時にまた、あの仮想通貨の買い方から始ま,始まるね、そして草コインの買い方、とは <coughs>、分散投資の仕方とかね、 そういうセミナーをまたできればいいなと思ってます。それで参加する権利ですね。まあ、セミナーへの参加っていうのはまあ、3000、5000、1万円ぐらい考えてますけど、えー、まあ、またね、あの、みんな来ていいよって言ったまた大勢になっちゃうので、ここの年収10億円クラスに入ってくれてる人の中からまあ参加できるよってことにします。あと6番、投資家パーティー参加する権利。まあ、これ飲み会ですね。 はい、ここのクラスに入ってる人たちで、まあ、飲み会をですね、まあ、定期的に、飲み会とか旅行とかを定期的に開催したいなと思っております。はい、ということで、今回これで終わりなんですけれども、えー、3つのクラスを用意いたしました。で、まあ、Google としましてはですね、まあ、あの僕が思うにはですね、Google の広告収益モデルっていうのがですね、 えー、だいぶこう成り立たなくなってきたのかなと思っております。で、えーまあ、YouTube の中でですね、やっぱり企業からお金をもらって広告を出すっていうよりは、あのまあ、視聴者さんからもお金をもらってですね、えー、そのお金を、まあ、Google と YouTuber とで接半しながらですね、な、ま、ん、あ、とか生き残っていこうっていう戦略がね、見え隠れしてますね。 はい。です。まあ、ほとんどのユーチューバーさんもですね <coughs>、まあ、こういう,う、メンバーシップ性を取ってくるものと思われます。ただ、ヒカキンとかね、はじめ社長とかっていうのは、えー、こういうのできないじゃないですか。だいたい子供向けだからね、ヒカキンとかはじめ社長とかっていうのは、あの、メンバーシップなんかできるわけないよね。小学生、中学生が対象なので、 えこう90円とかね、月額90円とか490円とか2990円払う小学生いないもんですから、多分ねヒカキンとかはま衰退していってしまってですね、ああいう人たちいなくなると思うんですよ。で、Google もですね、そういう方向性にあるみたい、単なる、なんていうのかな、無料動画っていうのはもうやめていこうっていう感じですね。 はい、単なる、まあ、動画を見てあ楽しいな暇つぶしで楽しいなっていう、まあ、動画よりはですね価値ある動画をアップロードしてくれる、えー、ビジネス系 YouTuber ですね、えーまあ、ビジネス系とか、まあまあ、病気関係の治し方とか、まあキャンまあ、価値あるその私生活キャ,ンキャンピングライフとかね まあ、いろいろあの定年後の私生,生活の過ごし方の動画とかね、まあ、あの見ている人にとってね、これはあのお金を払ってでも見続けていきたいというような動画をですね、アップロードする YouTuber のみを残していきたいと、まあ、そういう思惑なんですね、Google っていうのはね。だから、HIKAKIN とかはじめ社長とかっていうのは、今、チャンネル登録者800万人とかいてね、 1>, で1本動画アップロードすると200万回も300万回も再生されて年収何億円ってあるんだけども、まあ、そういう人たちをまあ逆に排除していってで、まあ、近い将来ね例えば半年後ぐらいは YouTube の広告っていうのはもうつかなくなると、はい、<laughs> 広告はつかなくなるから、えー、ヒカキンとかじめ o 社長っていうのはこういうメンバーシップ制に移行しないと収益得られないよと ただ対象がね、小学生とか中学生だったら多分メンバーシップなんて入る人が少ないと思いますから、ま必、あ、然的に辞めていってえ、他の仕事を探すしかないと。うん。すなわち価値ある動画をアップロードしていかないと、これからは YouTuber としてね、生き残っていけないということになりそうです。<laughs> もちろんね、 貯金もたくさんあって、他にも仕事をね、たくさん、仕事たくさんしている人はですね、あの、YouTube から広告収入をもらわなくても、趣味、趣味でですね、動画のアップロードはできると思いますから、まあ、そういう人たちは残るんだと思いますけれども、やっぱり続かないんですよね、多少でもお金が入ってこないと、途中でやめちゃうもんですからね、結局は最終的には価値ある動画、メンバーシップ制、 にえー、メンバーシップ制の何て言うかメンバーシップ制のチャンネルに合格した人まあ私はねあのし今回審査を受けてあのメンバーシップグーグルからねメンバーシップ制やらないかって言われたのになぜか審査されたんですよねでもちょっと頭きちゃってさ別になんで審査されんだよってそっちから依頼したのにね思いましたけど審査無事通,る通りました でまあ、通らない人はほとんどだと思いますよ、うん。価値ある動画ってなかなか難しいですからね。ですから、YouTube も、Google もですね、まあ、あの今、過渡期に入ってきていると思います。なので、まあ、私は私でですね、FX と、まあ、仮想通貨難しいね、やっぱりねあの。いつ値上がっていくかって分かんないからね、全然ね。 世界情勢と世界の情勢とどのようにリンクされているのかってよくわからない、まだね。ただ、FX、まあ、株 FX についてはですね、よくわかってて、特にまあドルエン FX についてはですね、もうずっとやってますからね、まあ、ここら辺はですね、あの年収十億円クラスになるまでは皆様と一緒にですね、えー、皆様を引き上げていきたいなと思っております。もう一回ね、まあ、さらっとおさらいしますけども、 まあ、あの年収1000万円クラス月額90円というのはですね、まあ、おまけ程度なんですけども、非公開動画を視聴できると。でまあ、年収1億円クラスくらいからですね年月額490円ですね。これは非常にいいと思いますね。YouTube ライブでも参加できます、まあ。ライブっていうのはもうねやらないつもりなんですよ、はいあの。日中は動画1本、毎日1本上げるつもりです。で非公開動画は不定期ですけど上げていきます。 ライブはあのー、公開ライブっていうのはやりませんで。非公開ライブっていうのをですね、えー、これから、ま、一応毎晩やります。で非公開 LINE グループへ参加する権利を与えますで。3番目ですね4、えー、個人コンサルティングを受講する権利。これはあのー、僕が、あのー、日本全国行ったり、皆様が千葉県松戸市に来てくれたりですね何でも、東京駅でもいいしね、上野駅でもいいですよ。 あと空、成田空港とか羽田空港でやってもいいです。あとはセミナーに参加できる権利ですね。あと、投資家パーティーですね。さまあ、こ飲み会の場合もありますよ。うん、権利を、うん、参加する権利を与えますということでございます。それではね、皆様、あのんご検討していただきまして、えー、早々にですね、この、えー、メンバーシップ制度をスタートするようにしますのでね、ご検討をよろしくお願いいたします。 それでは、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。